命が真っ赤に燃えて、ゲッタースパーク空高く、見たか合体ゲッターロボだ、ガッツガッツゲッターガッツ、3つの心が一つになれば。天丼買うてきたでー、ホットモットの特海鮮天丼やでー、ついでに手羽から揚げ重計入りも買うたんやでー。今朝の9時過ぎや、開店早々の炊きたてご飯と綺麗な油で熱々やがな、おそらくマックスに近いポテンシャルで調理されとるやろうね。もちろん客はワイ一人わら、一番乗りや。ちなみにワイ寝てません。徹夜明け。あれこれ考え事してたら夜が明けたと。勢いで買うてきたけど食べきれるか、心配になってきたなわら。ほーらー、ほらほら、天ぷらぎっしりやでー。ちなみに徳というのは徳盛りの意味ではなく、天ぷらの数が多いという意味なんやで。お値段は690円です。具は、エビ4、ホタテ2、イカ1、白身魚1、レンコン1、インゲン1、です。普通のは、エビ2とホタテ1少ないもので、560円なり。別添えのタレを、ちゃーっとかけまして、ところでその格好なんやねん、ジャージってわら、部屋着なんか、わら、単車に乗る気全くないやろ。なになに、外は大雨？あ、そうだった、結構な豪雨だもんな。あらよっと。では、いただきまーす、やで。なんかピンボケしてきとるぞ。まずはエビ行ってみようか。小ぶりながら揚げたてプリプリで、美味しい。具をどかして、ご飯をほじくるスペース、作るやで。そろそろ、ピンボケなんとかせえよ。それに今回、寄りすぎて見切れてるやないか。タレの染みたご飯、うまいわー。ご飯には、タレが元からかけてあるにゃんね。これはホタテか。天ぷらでホタテって珍しい。初めてかも。普通に美味しい。なんか不思議な食感やね。お米成人は、飯ばっかりバクバクいくね。ほんならイカ行ってみようか。これは柔らかくて、うまい。風味もいいわら。イカ、もしかしたら一番、うまいかも。結構でかくて食べ応えもある。またほじくり出し寄ってからに、何考えてるんや。残りの天ぷらは、どん兵衛に入れてみる？ほほう、そりゃいい考えや。本天ぷらうどんやな。お皿、上蓋わら、お用意しましてっと。まだまだたくさんあるんやでってわら。三つしか食べてないがな。さあ、引っ越し、引っ越し、さっさと、引っ越しー。引っ越し、引っ越し、さっさと、引っ越しー。引っ越し、引っ越し、さっさと、引っ越しー。しかしピンボケ直らんなー。あ。それは今くんや、わら。唯一の青物、インゲンは彩り的に重要やで。できたで、こっちのけとこ。じゃーん、タレご飯わら、おかず。白身魚天のみ、わいは、これで十分なんやで。炊きた
てご飯が美味しい。至福やねえ。この魚店、なんやろなぁ。サバのような、アジのような。青魚っぽい味やけど。気になったんでホームページから調べてみました。ホキという深海魚らしいです。フィレオフィッシュとかに使われている。メルルーサの仲間みたいです。見た目は結構グロいで、わら。気になる方のために画像用意しました。キモいで。3、2、1。白身フライやフィレオフィッシュ大好物やし。わい、うまけやなんだって言わわら。むしろバーガーはフィッシュしか頼まんたちやで。さあ、見えないところで小鳥チュッチュ出ました。なぜかタレご飯で、いつの間にかピンと合ってました、わら。特海鮮天丼、ごちそうさまでした。ぬっこいセット、と、揚げたて、炊きたて、美味しかったわー。特盛り丼兵衛の準備するやで。これ何ヶ月ぶりかなー。半年はなると思う。もたもたすんな、お約束。僕のもた工芸、わら。一時、10分丼兵衛って流行ったよな。あれ、そんな言うほどうまいもんでもないでよ。ほどほどが一番やで。だしこ袋、古着式の酢。ちなみに、今日の気分は、七味は使いません。おーおし、準備できたで。お湯入れようか。もう沸いてるやろ。ていうかポットの沸騰でピンボケだったんちゃうか？なんか出が悪いのう。とろくさいやっちゃで。手が疲れてきた。あ、なんだ？ブーって、なんやねん。モーターいかれたんかいな？ブー、ブーってどういうことや。今、中途半端なお湯のようで、一番厄介やで。頼むでしかしもしかして、湧きすぎて出ないとか？困った。あ、なぜか出た、わら。なんだったんだ一体？よかったよかった、わら。おお、よしよし。蓋をしましてっと。5、6分待とうかね。待ってる間に手羽から揚げ食うでー。ん？なんそわそわしとんねや。ほほう。もみじのドリンクでっか。レアやねレア。今、朝やで朝、わら。秋園って初めて飲んだわ。いつもこの時期は秋味だしね。味？よくわからんわらわら。似たようなもんちゃうかー。これ初めて買うたわ。手羽から揚げ10ケ入り420円。高いか安いかは、あなた次第。ああ、こんなんなんや、なるほど。後半へ続く。
ジ。ゼロは聞こえてく正義の叫び、ダブルマシンの驚く爆音。